アトミックシティは、アメリカ合衆国のアイダホ州、ビンガム郡にある都市。人口は2000年国勢調査時で25人。国道26号線沿線、アイダホ州国立研究所の南に位置する。国勢調査局によると総面積は0.3平方キロで、全域が陸地である。かつては、ブラックフットとアルコの中間地点に位置するからか、ミッドウェイと呼ばれた。 エネルギー省の施設が大きくなると多くの人々が流入してきた。今では店とバーがそれぞれ1軒あるが地下がスタンクに関する信仰の関係でガソリンは売られていない。高齢化が進み厳重の人々も退職者である。夏には街の南端にある RV パークで改造車のレースが開かれる。2000年の国勢調査時点でこの市には25人。 16世帯7家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり96.5人で、平方マイルに換算すると245.4人となる。住居数は22件で、1平方キロに平均84.9件が立っていることになる。内訳は白人が24人で、アジア系が一人である。十六世帯のうち一世帯が十八歳未満の子供と、 暮らしており、6世帯は夫婦で生活している。9世帯は家族以外の住人と同居している。9世帯が一人未世帯で、2世帯が独居老人の世帯である。1世帯あたりの平均構成人数は1.56人、家庭の平均構成人数は2.29人である。25人のうち18歳未満の未成年が1人、18歳。 以上24歳以下が1人、25歳以上44歳以下が2人、45歳以上64歳以下が12人、65歳以上が8人となっている。平均年齢は58歳。男性が15人、女性が10人で、ただ1人の未成年は男子である。1世帯あたりの平均収入は9375ベ米ドル、家族ごとでは8750ベ米ドルである。 男性の平均収入は43,750ベイドル、女性の平均収入は8,750ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は16,276ベイドルとなる。総人口の57.1%、家族の62.5%と65歳以上の高齢者の半数は貧困線以下の収入で生計を立てている。 e b r i が置かれており、各処理施設が建設される可能性もある。ありがとうございます。